研究所メンバーの皆さん、こんにちは。宮沢優衣です。今日はですね、教師は探偵、子どもの素の情報の集め方5選、こんなテーマでねやっていきたいと思います。児童生徒理解のお話ですね。よく生徒指導は生徒理解に始まり生徒理解に終わるとかってね、そのことを言いますけれども、これはもう間違いないと思いますね。どんなに卓越した教育技術を持っていても、子どもが持っているニーズ、いわゆる子どもの実態把握を間違えていたら、これ空振りするんでね、児童生徒理解っていうのはめちゃめちゃ大事なんですが、もっと大事なのはですね、教室に椅子に座ってる子どもの姿を見ていても何も始まらないっていうことなんですよね。児童生徒理解は深まっていかない、一定のところでストップしちゃう。なぜか、大人がいない時にその子どもがどんな顔してるのか、どんな言動を行っているのか、どんな関係性があるのかっていう、ここなんですよ。よく見えるところはあんまり見えないわけ、裏に素が隠れてるんだよね。で、ここをキャッチする先生とここをキャッチしない先生がいて、ぜひこのメンバーシップの皆さんにはその裏側の部分までぜひね、子どもの素の表情を見極められる先生になっていただきたいなというふうに思いますので、宮沢がどのようにして子どもの素の表情言動をそういった情報を集めていたのかなっていう、そんなテクニックというか方法をですね、5つ紹介していきたいと思いますので、よければね、最後までご視聴ください。よろしくお願いします。宮沢優衣教育研究所。さあ、本題の方行きたいと思いますけれどもね、今日は5選ということで、子どもの素の情報の集め方ね、紹介していきたいと思います。1つ目、〇〇で情報交換する場所ですね。2つ目、3つの場面の表情に注意する、子供が曇った表情とかするんだけれども、特に注意していた3つの場面があったんですね。それは初めてお伝えするかもしれません。誰々に聞き取る、これは大事なキーパーソンがいるわけですね、学校にね。そして4つ目、〇〇から眺める、ぼーっと眺める時間を意識的に意図的に取っていたんですね。これもお伝えします。で、最後5つ目、16時30分に〇〇するっていうことですね。この2番と5番は初めて言うかな。1、3、4に関してはどこかでなんか伝えたいような記憶があったりなかったりっていう感じ。2、5は初めてだと思いますね。それでは早速いきましょう。1つ目、学年会で情報交換するということですね。これちょっとレベル順になってるんで、難しい順っていうか、多分おそらく多くの人がやってないだろうなっていう順に並べているんで、1番が一番イージーで、5番がディフィカルト。英語で言ってみましたけど、最近ちょっと英語勉強、してるんですけども、はい、いきましょう。1番、丸々で情報交換する、学年会で情報交換するっていうことですね。学年会を見ていると、学級同士の子どもたちの実態の情報を交換しないまま、来週こういう授業していこうね、教材やっていこうね、こういう準備していこうね、学年だよりこんなんで OK じゃあとりあえず学年会終わるね、ありがとうございましたで終わっちゃう、こういう学年会もあるんだけれども、これじゃやっぱ足りないわけですね。最後に、お互いの学級の状況、実態、担任から見ていてどうなのか、そしてトラブルが学級をまたがってつながっているものがないのかどうなのかっていうのを、きちんとね、そういうセクション、場面をね、設定していきましょう。これが一番イージーなところでございますけれども、2つ目、3つの場面の表情に注意する。子どもの表情が曇ってる時あるじゃないですか。あれ、変だな、なんかどうしたのかなっていうところね、あると思います。そういうところに気づいたことがある先生多いと思いますけれども、特にね、3つの場面に注意するとより子どもたちの姿を見つけやすくなると思いますので、ちょっと紹介しますね。3つの場面こちらでございます。1つ目、3時間目っていうのは、子どもがいつ喧嘩するかっていうと、担任が授業をしてるその最中以外で、喧嘩するんですよ。給食とか休み時間とか移動中とか、あとちょっとこうフリーな感じの授業、ちょっとこうバラバラ活動で歩き回れたりとかさ、ちょっとこう勝手にグルーピングしちゃって仲間外れになっちゃったりとか、ちょっとこうフリーになる時間で喧嘩します、子どもたちっていうのはね。っていうことは、フリーになった場面の後の表情をちゃんと押さえておけばいいわけですね。その代表格が3時間目、2時間目の長い休み時間で、子どもたち遊ぶ子ども多いじゃないですか。その時にトラブル抱えて帰ってくるんだよね。だから3時間目、はい授業始めるよ、じゃあノート開いてじゃなくって、さあじゃあ授業始めようか、休み時間何して遊んだの今日はみんな、楽しかったかとかってこう言いながら、もう目の奥キラリとね、コナンよ、コナンがさ、鋭い時眼鏡光るでしょ、キラーンって、なんか目が見えなくなってさ、
光り輝いてるみたいな感じのあの演出あるでしょ、あんな感じ。何して遊んでたのみんなはみたいなね、ホラーだけど、そんな感じで本当に見ていくわけね。休み時間の後3時間で注意してください。あと1個は専科の授業の後、専科の授業っていうと例えば家庭科とかね、理科とかね、うん、まあいろいろあると思いますけれども、結構なんか共通してですね、専科の授業っていうのは結構活動が多い場合があるんですよね。半単位とか個人とか、そういう時にちょっと仲間外れになっちゃったりとか、孤立しちゃったり、悲しい思いもして、その専科の先生は気づかないまま教室に戻ってきて、でチーンとした状態で次の授業を受けているっていうことがあるんで、専科の授業の後の表情っていうのは良ければね、見ておいてください。言ったら、例えば担任が教室で待っててね、あの丸付けとかしてるんだったら、帰ってくる順番ね、いつもだったら並んで帰ってくるけれども、今日はバラバラ帰ってきて、あれ、しかもいつも仲良し3人組が2人で一緒に帰ってきたじゃん、あれ、でもう1人はどこ行った、とぼとぼと後ろから帰ってきた。これ帰ってくる順番ね、教室の入室の仕方なんかもすごくあの情報としてはいい情報が眠ってるわけですよ。そういうところ見てあげてください。で3つ目、下校時ですね。これはさよならした後に、ドアでね、こうさよならって見送るときに、この子どもの表情をもうつぶさに見ているっていうことですね。で曇った表情をしている子どもがいたら絶対返さない、もうガッと手を掴んで、どうしたってなかった、いいよ、ちょっと待っといて、他の子供がねさよならした後ちょっとお話聞かせて、ごめんな、待たせて申し訳ないんだけれども、ごめん、ちょっと1分だけ待っといてっていう形でね。でその結果1分、あの1分後にその子供と話をして、あごめんな待たせて、あのなんか曇った表情してるような気がしたからさ、心配になって、なんかあったって、いや本当に何もないんですけど、あごめん、あの僕の勘違いだったらちょっと心配しちゃったら申し訳ないね、1分待たせちゃってね、ごめんね、本当に元気なんだね、じゃあよかった、あなたのことが心配だったんだよ、また明日学校来てね、楽しみにしてるよって形で、送り出して返してあげる。で実際まあ曇った表情してるのって合ってるんですよ、実は喧嘩しちゃってとかっていうことが結構あったりするんで、ここのね下校、曇った表情で絶対返さないということが大事です。実際宮沢が察知した女の子が曇った表情をしていて、ちょっとおいでって言って話を聞いたら、喧嘩しちゃった、女の子どうして、おどうしてって言ったら、好きな人を言っちゃったって言って、誰が、私が、なんでよ、なんで好きな子言っちゃうの、もう我慢できなくて言いふらしちゃいました、そしたら嫌われちゃった、そりゃそうよ、やめてそのことみたいなね、そんな話の時あるあるだよね、学校生活あるあるあるなんだけどね、好きな人行っちゃったって、でも自分でこう白状してくれる分ね、可愛いもんだけどね、そんなことありました。これ気をつけていきましょう。3つ目、〇〇に聞き取る。これはですね、学校のある先生ですね、ある先生に非常に子どもたちの特にネガティブな様子や状況情報が集中するようになってるんですね、学校っていうのはね。これどなたでしょうか、分かりますか。これはどっかの動画でも言ったかもしれないし、この本の中でも紹介したような、してないような、そんな記憶があるんだけれども、もうお分かりでしょうか。これはですね、養護教諭でございますね、保健室の先生に聞き取っていくっていうことですね。保健室の先生は子どもたちのネガティブな情報っていうのはものすごい掴んでるんですね。基本的に元気でね、心も体も元気だったら子どもたちは保健室に行きません。保健室に行くっていうことは、心や体あるいはどちらか、あるいは両方がですね、傷ついているんですよね。だから保健室で安心や安全健康を求めてフラフラフラっと行くわけですよね。だから聞き取るわけですよ、保健の先生にね。ちょっと最近うちのね、あの4年3組の子どもたちなんか気になる様子ありますかってね、たまに聞いてみてください。すると保健の先生から、あいや特に元気だよとかね、あんまり来ないよとかって言ってくれたり、あるは最近ちょっと気になるね、あの宮沢さんがちょっと気になる表情でたまに来るんだよね。担任の先生には言ったの、言ってきてるのっていうふうに聞いたら、いつもうん言ったっていうふうに言ってるから特に問題ないかなっていうふうに思ってたんだけど、先生もしかして知らなかった、いや知りませんでした、僕のところ何にも連絡してきてません、多分勝手に保健室行ってますよ、ちなみに何て言ってるんですかみたいな感じっていうところで、担任が知らない情報をキャッチしてたりするんで、ぜひその養護の、ね、先生に聞き取ってあげてください。養護の先生も養護の先生で結構ね、能力に差がある、知識とか経験とかで差があったりするんで、このピンときて学級経的にこれまずいな、担任に知らせといた方がいいなっていうところをちゃんとね、担任の先生に養護教諭の方から教えてくれる養護教諭と、全然そういう気遣いをしない養護教諭っていうのがいるんだよね。
これはできるできないっていう能力の違いもあるし、やるやらないっていう、もう別にそんなものは私の仕事じゃありません、私は怪我とかそういうところを見る人なんでみたいな感じで割り切っちゃってる人も実際中にはいるわけですよ。少ないけれどもね、そういう人はね。なのでちょっと情報が来なかったら自ら聞きに行って、でなんかいい情報があったらありがとうございます、またぜひ教えてくださいっていうふうに言ったら、そういうふうに言ったら教えてくれたりもするんでね、ぜひ養護教諭を味方につけてください。僕は実際にこの養護教諭からの耳打ちで子どもの、ね、リストカットが分かったことがありました。まあこれはびっくりしましたね。養護教諭の一言がきっかけでした。誰々さんっていつも長袖着てない？あ、確かに言われればそうだね。夏場も長袖着てたな。全然何も思いませんでしたけれども、なんでなんですかね、なんか寒いのかなってずっとボケたこと言ってたんだけども、ちょっと気になるし見てあげてみたいな感じで、僕と養護教諭で2人で注目して見ていったら、雑巾絞る時にちょっと袖まくった瞬間に絞った時に横のラインがいくつも見えたんだよね。リストカットということで、もう生徒指導案件にグッと上がってきますね。今まで全くその子供がどの学年どの先生にも注目されていなかった先生が、養護教諭の一言をきっかけにグッと生徒指導案件として優先順位が上がってくる子供になっていった。まあ保護者のネグレクトがねありました。裏にはねいろいろあるわね。そういうことでございます。気をつけていきましょう。4つ目、まるまるから眺める。この辺からね、ちょっとおやりになってない先生も多いかなっていうふうに思うんですけれども、ちょっとやるのも難しいかもしれないんだけれども、実際宮沢はやっていました。4番はですね、これ、休み時間に